日本を代表する清掃火山の富士山清掃火山とは、ほぼ同一の河口からの複数回の噴火により、溶岩や火山採設物などが積み重なり形成された円水状の火山のこと。地形と内部構造によって類別された日、山形状の一つである。清掃火山の断面図噴火する清掃火山複製火山であり、その火山体の形成までには、 複数回の噴火を必要とする。ほぼ同一の河口から噴火を繰り返すことにより、河口の周囲に溶岩及び火山採設物、火砕流堆積物が積み重なり、火山体が形成されていく。火山体は溶岩及び火山採設物、火砕流堆積物などの護層であり、それが層を成していることから、清層の名がついた。なお、三体構成物は蒸気のほか 泥流堆体積物も,も含まれる場合がある。噴出口が同一であることから、火山体の形状は円水状となる。円水状であるために、しばしば広大な裾野を持つ。山体の傾斜は、河口に近いほど急であり、離れるほど緩やかなものとなる。中心部は噴出物の供給が多く、供給速度も大きいので、溶けしたアグルチネートや溶岩が卓越し、 離れるに従って非溶結火細物の割合が大きくなる。マグマの性質としては、玄武岩から安山岩、デイサイトなど多様である。爆発的な噴火による火災物の生成が必要であり、気発性成分が多い塔庫や沈み込み体の火山に多く見られる。活動期のものは噴火により三体構成物が供給されるため、塩水状をなすが、 噴火が急止すると、特に河口部周辺は、傾斜が急なことと一部に、火山採設物、火砕流堆積物を中心とした、崩れやすい地質もあり、比較的早い速度で侵食が進み、三体形状が変化する。火山学者の森谷一夫によれば、日本の清掃火山の活動は4期に大別され、寿命は約50万年であるとしている。活動期間中に、溶岩の性質、 活動様式を変化させ一定の変化をたどる。ありがとうございます。